そうだ、今日はこの本を紹介しよう。こんにちは、まるさんです。変な始まり方をしましたが、ちょっとその雰囲気になってみたいな。これ逆じゃん、と思います。つい先日、庵野秀明監督の新エヴァンゲリオン、新エヴァンゲリオン劇場版 3.0 プラス 1.0 アバント、10分冒頭10分40秒00コマが、公開されました。イベントとして行われました。いよいよですね、エヴァンゲリオンシリーズの最終話が来年2020年に公開されるということで、その、オープニングといいます、オープニングじゃないな、その前段のイベントが行われました。この山中湖情報創造館もですね、いくつかですが、エヴァンゲリオンに関する資料がありましたので、ちょっとまとめて紹介したいと思います。まずどこから行こうかな。その新劇場版ですが、1、2、3、もうすでに行われてます。実は、山中湖情報創造館には DVD がありまして、この1、2、3まで無料で借りられます。1週間ですけどね、利用者登録していただければ1週間ですが、エヴァンゲリオン1、2、3、ジョハ9ですね、ジョハ、それからエヴァンゲリオン新劇場版9で、さらにうちの場合はですね、これに沿って、このガイドブックっていうのかな、エヴァンゲリオン新劇場版ジョに関する本ですね。これはどういう映画かというのの概要が本当にカラーページが多くてですね、なかなか見応えがあります。この DVD を見てからこっちの本見てもいいし、本見てから DVD 見てもいいし、ですね、結構こうエヴァンゲリオンって分かりにくいとか中身が深いとかっていっぱいあるので、もちろんアニメーション作品だけ見ても楽しめるんですけど、その裏設定とかね、いろいろ知ると面白いです。それと合わせてですね、この、エヴァンゲリオン新劇場版ハ、これは動画なんか、これビデオ DVD ですね、合わせてなぜかこの 2.0、これの、設定画集ですね。最初カラーのイラストがあったりとか、原画があったりとか、こう色鉛筆でね、こう影と指定がしてあるやつですね。それとあと出来上がったセルじゃないのかも、画面とか、それからキャラクター設定、機械の設定、それと原画ですね。いわゆるタップ、アニメーション用の丸とこう穴が開いてるやつ、タップなる用紙に、原画用紙に書かれているものの資料です。アスカの表情とかね、それからこのアングルがどうとか、これが本当にすごいんですよ。エヴァ2号機とか、マリのアップとか、裏モードになる時とか、モード反転ビーストみたいな、というこういうのもあるので、アニメーションを勉強したいなっていう人ももちろんですけど、こういう設定がアニメーション作られてるんだなっていうのが分かる、こんな本も一緒に、いかがでしょうかね。 DVD と合わせて見ると面白いと思います。それとエヴァンゲリオンのこの新劇場版9ですね、これはちょっと面白くなってまして、実はこ の DVD の中にもう一つ作品があってですね、これが、庵野秀明監督が作った、巨神兵東京に現るという特撮ドラマ、特撮版があってですね、それがあってから、この Q が始まりました。実はどういうわけか、情報創造館、山中湖情報創造館のこのパンフレットが資料としてあります。貸し出しができるようになっています。いわゆる庵野秀明監督、ご存知の方もいると思いますが、スタジオジブリで、風の谷のナウシカの時の巨神兵の作画をしたのが庵野秀明監督なんだそうです。その巨神兵を使ってですね、この特撮、日本の特撮の映画、短編映画を作りました。特撮監督が、樋口真嗣さん、巨神兵東京に現るの企画が庵野秀明で、
巨神兵が宮崎駿で監督が樋口真嗣というやつです。本当に昭和特撮 の, あの模型ミニチュア模型を作ったりとか、CG だけではないんですよね。巨神兵もあの模型というか立体物を作ってます。CG はほとんど使ってた。でもバカのところとか使ってるかな。都市東京都の街全体を模型にしたりとか、それからアパートの一室から外を見ている風景を撮るときに、そのアパートの一室が本当にリアルにテレビがあったりとか、あのファミコンにカセットが刺さったままになったりとか、それとあと作品見ると分かるんですが、その巨神が突然日常の中に巨神兵が現れるという様子をなぜかスマホで撮っている東京都民がいるとかですね、まあ、そんな形なんですけど、でこの後にシン・ゴジラを見るでもいいし、シン・ゴジラ見てからこっちでもいいんですけど、あなるほどこの特撮なんだっていうのが分かります。でしかも樋口真嗣監督の特撮へのこだわりですよね。このね、めくれ上がる商店街なんて、ね、昔昨夜とかね、妖怪での時にそんな感じがありました。ナパームも、ナパームっていうね、この爆発、あの炎が出る爆発ですよね。砂煙だけじゃなくて炎が出る爆発もこだわってます。そんなのがこのガイドブックに書かれてます。なので結構ですね、このエヴァンゲリオンの資産との冒頭の巨神兵時代に現れると、このガイドブックってパンフレット見ると面白いです。合わせてその本編ですねも、何か情報図鑑にはこれパンフレットも、図書館の資料として貸し出しができるようになってます。合わせて見るのも面白いかなと思いますね。特にこのエヴァンゲリオン2から3に行くあたりに、一応物語設定上で14年間の空白があるんですよ。言っちゃっていいのかな、あるんだでそれが何だったのかっていうのはもちろんよく分かんないまま話がどんどん進んでいって、まさに分かんないまま真嗣君は、あることをまたしてしまうというなんですけど、というのがあって、もちろん DVD も見る、パンフレットも借りる、もしくは新兵特許にあるパンフレットもあるこれもですね、借りられます。情報創造館 DVD に関とか CD はいわゆるこういう AV 資料は3点まで借り同時に借りられますし、こういう本であれば冊数の制限なく借りられますので、こんな機会にいかがでしょうか。まだ梅雨がどうも明けそうにもないので、こんなのを借りて、連休とかお休み過ごしてみるのもいかがですかね。それからさすがに図書館です。映画化されてない小説だけの、ものもあります。エヴァンゲリオンアニマ1アニマ2これも借りられますので、さらにエヴァの世界、アナザーワールド的になるのかな、パラレルワールドというか、また違う世界観の中で描かれたネルフとエヴァの物語がありますので、こんなのもおすすめです。というわけで、山中湖情報図鑑、決してこういうマニアばっかり集めてるわけではないんですが、とりあえずエヴァンゲリオンに関する資料はこのぐらいかな。あと1冊2冊あるかもしれないですが、そんな本もあります。時々こんな風にピックアップをして皆さんに紹介していきたいと思います。実際に山中湖情報創造館にお時間がありましたら足を運んで本とか DVD とかね、ぜひ見ていただければと思います。それではまた。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。